学校の時にね、幼稚園児会かな、幼稚園児会あのだあのキルさんは仇です、キルさん、あ、今仇か、やめたんだっけヤクザ、てか破門になったのか、ヤクザ破門されて今フリーなの、フリーってか、でも本人曰くヤクザもんなんだよね、急所蹴るなりなの、いやそうなんだろう、まあ喧嘩だしって言っちゃそれだけど、うん、俺の中学校の時はあの、あ、伊達さん、お前ら意識をかばって破門だもん ね、あんた聖剣買われた相手倒すと金もらえるんだ、さやの親父さんなら金払ってよ、うん、そしたらビデオの話は忘れてやるよ、うわ嫌なやつ、いくらなんだ、店の付けが20、俺が建て替えたから意思と合わせて400、バカじゃねえの翔太はさ、うん、うちの系列で金借りたのよ、その利子が乗っかってんだよ、そんな利子あるわけねえだろ、払えないんだったらさや誰かは分かんない、しょうがないでしょ、あ、おい翔太、何やってんだこれ、うわ伊達さん、お、やばい、 こいつ殺か、うわやばい、見られちゃった、金髪が翔太ぐる、わら、へえ、四か、丸坊じゃねえか、うわマジか、やべじゃねえかよ、まあ待てよ、あ、なるほどね、来るだったって、セルフラ、お父さんさ、うん、丸坊だったら押収した拳銃とか山ほどあんだろ、何、そいつを回してくれたらサヤの借金チャラにしてやるよ、うわどうだ、いい話だろ話にならねえよ、強がってんじゃねえよ、翔太なんで、あら白状な親父だねあんた、大事じゃないのフラグ立て、大事だ、うん、大事に決まってんだろ、サヤには指一本触れさせねえ、こいつ最低、だったら要求を飲めよ、うわほら早くぶっ飛ばしてね、こいつ、サヤの父親だ、だが警察官だ、お前らの要求は飲めねえ、翔太ってグルだったの、じゃあサヤは翔太最初からグルだったんだ、どうなってもいいんだな、闇金と、ああ、あんたはサヤより仕事を取ったんだな、殺せよ、なんだと、殺せって言ったんだ、ここで俺が死ねばさすがにお前らでも逃げ切れないだろう、日本の警察は甘くねえんだよ、それにサヤはきっと俺の友達が守ってくれる、キリュウさんのことか、じゃあ望み通りにしてやるよ、別に俺らはサヤなんか怖くねえ、鼻から失うものなんてねえんだよ、おお急に来た、お父さん、なんだってめえ、あなたの言うそのサヤーかの瞳は別のものに見えるサヤでは、初めっからグルだったわけだ、あーなるほど、腐ってるぜお前ら、うわー切れたうわー、あなたが言うそのサヤーは他の人には別のものに見えるサヤだよ、俺の実力を見せてやるよ、俺の実力を見せてやるよ、ふざけんじゃねえそこの野郎、お前特にいじめてやるかな、後で待っとけ、まずは雑魚片付けてやるから、その後だ、お前しまっ、ナイフ持ってやがる、この野郎、あった、ナイフ、てめえ、ナイフ、お前、違うお前、グサグサ言ってるじゃねえか、この野郎、ボコボコボコ、そうだよ、うれぇ、いて、お前、マジで、ちょっと翔太は後のメインディッシュに残しておいてやる、まずはこっちで。翔太亡き者にしてしまい、そうだよ、もうアイテム拾って、うい、あ、間違った、痛い痛い痛い、地味に痛い、うりゃ、あ、どうだどうだ、もっとやるぞもっとやるぞ、もっとぶつけてやるぞ、あいつに、いい上来ました、あ、ごめん違う伊達さん、一緒にボコボコにしてやろうぜ、痛い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 、ちょっとごめん、回復する案外ナイフがいて、回復剤かつくな、この野郎、ちょっと待って、せめてこれ極み決めたいんだけど、極み技、あ、痛い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 、おー、いい、来た、いいパンチ入った、気持ちがいい、満足いいね、ずもうどれだけ刺されても元気なカムロ町の人々、それな、
20が400だって、うん、冗談にしても笑いやしねえな。いえ、アンパンチ証文出せよ。うわぁ、途端に弱気になっちゃってまぁ、借りができたな、キリュウ。いや、お父さん。お、ちょっとここは黙っておきましょうか。黙っておくってまず普通の女子高生なんだな、うん、そうしてると。やだ、ジロジロ見ないでよ、お父さん。グレゾン太郎の顔。さあ、どういう、伊達さんは何と言葉を返すのかけんのか、ガラスいらっしゃい。さや、俺はダメな親父だ。10年前お母さんとお前から逃げ出した。だからお前に何も言えた義理じゃないと分かってる。でもそれでも一つだけ約束してくれないか。自分をもっと大切にしてくれ。さやが幸せになるためにもっと自分自身を愛してくれ。それでもお前が苦しんだり危ない目に遭ったら俺は守ってる。守ってやるから。分かった、分かったから泣かないでよ。やばい、ちょっとうるっときた。超いい父親じゃん、伊達さん。キリ、そして黙って去っていくキリ。うわー、かっこいい。うわー、キリさん超かっけんだけど。何今の、今の何、超かっけんだけど。もう惚れ、今ので惚れたわ俺も。お、伊達さんどうした。おはよう、伊達君。もう課長、何か。ああ、ちょっと話が。つまらなそうな顔で受け答えするんやで。いつもいつも受け答え。何のお話でしょうか。10年前、うん、君は独断である事件の捜査を進め、うん、その後のキャリアを滞らせた。二度目がないことは分かっているね。え、もしかして。ええ、まあ単刀直入に言おう、うん、今君が調べていることからすぐに手を引くんだ。どの件でしょう。交渉の余地はないんだよ、伊達君。今すぐ手を引きなさい。登場会の100億円の話か。話は以上だ。失礼します。おい、伊達君。伊達さんは確か一匹狼的なところ。今のが伊達刑事かね。はい。どうだ、須藤君。誰？誘拐犯なんですね、伊達さんと一緒にいるのは。そうだ。依頼主は明かせないが捜索願いが出ている。上から直接頼まれた異例の任務だが、一家で引き受けてもらえないか。割と本当にどの話でしょう状態。え、ちょっとなんだなんだなんだ急に。割とどんな、あのね、話すと投げんだよな。ね、ストーク分かってるよ。で、でしょ。なんて説明すればいいのかな。暴力団の中で100万円が、消えたんです。100億円だ。100億円、100万円じゃ、ちょっと待って。お、竜と来い。100億円がなくなって、それで、その行方はどうこうみたいな話なんです、今。簡単に言うと、おい、キリュウ。こいつを見てくれ。お、うわっ、俺が笑った。何これは。え、今朝東京湾に上がった女の水死体だ。うわわわわ、この入れ墨。え、嘘。死因は頭部挫傷及び出血多量によるショック死。死体はコンクリートの重しをつけられて沈んでいた。うわ、かなりの拷問を受けている。水木なのか。何とも言えんが、ただこの入れ墨、水木の入れてた模様と。水木っていうのはさっき横寝てた女の子のお母さん。これはどうした。この辺りよく見てくれ。小さく歌って文字が見えないと書いてある。ああ、こいつは二代目歌彫りの仕事だ。この彫り師は必ずどこかに自分の銘を入れるんだ。じゃあこの死体の入れ墨もその彫り師が。ああ、俺の背中も彫ってくれた。占領通りとピンク通りの間の
龍神会館。終了まであと5分になりました。龍神会館。写真の女が水木なら、はるかには酷だ。あいつには伏せておく。ああ。いや、お母さんが死んじゃってんだもんな。ちょっと出てくる。行ってらっしゃい。大丈夫か？龍神会館行きましょうか、じゃあ。いやー、見たくないな、水死体写真とか言っても。そんな、何今の夫婦会話。何今の夫婦会話。あー、行ってらっしゃいみたいなね。ちょっと出てくる。行ってらっしゃい。いいね、そういうの。黙ってみ、なんだっけ、送り出してくれる人ってなんかいいよね。そうやって考えると。ちょっと行ってみましょう、じゃあ早速、その、堀市のところへ。畜生、ろくなもんがありゃしないと、なんか怒ってるみたい。しかし怖いですな。終了まであと4分になりました。コンクリート付けって本当にあるもんで、なんかちょっともう沈められていた。やだな、上げるのも大変だよね。そしたらもう何でしょう、みんなはちょっと気をつけよう。まあそういうこと、そんなに絡まれることなんてよっぽどないと思うけどね、うん、ここか龍神会館。出た、行ってみましょう。ここにその2代目歌堀が、歌堀だっけ、堀氏がいるみたいな。お久しぶりです。おお、キリュウか。はい、先日出所してまいりました。で、世良の葬式であの大暴れか。あ、知ってたんだ。どうした、炭でも入れ直しに来たのか。いえ。終了まであと3分になりました。月下美人だな。1年に一晩しか咲かねえって花だ。へえ。実はこの入れ墨、俺が掘ったって言いてえのか。確かにこれは俺の文様だが、最近は真似するやつも多い、うん、あ、そうなの。俺は掘った入れ墨は全部覚えてるんだ。こいつは俺じゃねえよ。そうですか。なんだちょっとこの感じ。じゃあ誰が掘ったんだよ。もしもし。おう、お前か。ん？ああ、いるぜ。誰だ？錦山からだ。え？え？マジか。キリュウだ。久しぶり。わしが掘った。兄弟。わしが掘った。どうして俺がここにいると？まさかの松田さん。権力の大きいところに集まるもんだ。終了まであと2分になりました。今の俺は欲しいと思った情報は大概手に入る。なんだ、水木の死体はもう見たか。なんだと。お前と差して話がしたい。明日夜10時セレナで会おう。うわぁ、キリュウ、背中の竜に色入れ直してやる。弱っちい竜じゃ今の錦山には勝てねえぜ。錦山、痛い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 。もう十何年も前か。お前は竜を、そして錦山は鯉を背中に入れた。へえ。入れ墨ってのは背負ってるそいつ自身が光らせるもんでな。今錦山の背中すげえ色に輝いてるはずだ。これでやっとあいつはお前と対等に張り合える。俺と甲賀を泳ぐ鯉は終了まであと1分になりました。やがて竜門に入る。あ、登竜門の話だね。竜門を登り切った鯉は竜に生まれ変わるんだ。奴は竜門を登り切ろうとしている。あ、本当だ。最後に竜になるためにはお前という相手が必要なのかもしれねえな。痛くねえのかな、入れ墨とかこういう人入れる人ってのは。絶対痛いよ。明日10時にいっそセレナに戻ろう。戻ろう、よし。というわけで、はい、次回行きましょうか。ご覧くださーい。よいしょ。まあとりあえず俺は移動するけどね。あ、おい、あんたなんだ、堂島竜。何行くぜ。いきなり町の住人、いきなりか。なんかわかんねえけど倒すか。なんかすごい喧嘩打ってきたかな。弱いだろこれ。刺しに
手出すのはあんまよろしくないのは分かってんだが、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければツイッターの方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。